ター社フェスは28日旧二川小学校の運動場で開かれました。この催しはアニメやゲームなどのサブカルチャーを盛り上げようと、真庭市地域おこし協力隊の石橋仁さんが企画運営をしています。いた社とは、車体にアニメやゲームなどに関連するキャラクターやロゴのステッカーを貼ったり塗装したりした車のことです。この日は岡山県内をはじめ、広島県や島根県、滋賀県などから参加者自慢のいた社およそ20台が集結しました。まあ、今年第2回目のいた社フェスになるんですけど、なんかちょっとオタクっぽいことやりたいなっていうのと、車ないと来れないじゃないですか、平気地なんで。じゃあ車絶対乗ってくる人に来てもらおうと思って、いた社イベント去年から始めて、皆さんそれなりの覚悟を持って作ってらっしゃるんで、車そのものに手が入ってることも多いですし、いろいろ こだわりだったり、社名とうまく引っ掛けてあったりだとか、車ならではのデザインにかけてあったりとか、そういうことがあるんで、細かいところを見ていただけたらなっていうのと。こちらは軽自動車とキャンプを組み合わせた車です。ゆるキャンっていうキャンプの漫画の、キャラクターを今回貼らせてもらっております。今貼ってる車がスズキのハスラーなんですけど、これも劇中にちょっと型が違うんですけどハスラーが出てて、でちょうど僕がハスラーを先に欲しくてハスラーを買って、その後だったらゆるキャンも一緒に貼ろうってことで、ゆるキャンを貼って、こちらはアメリカの高級スポーツカーをラッピングした車です。ウマ娘プリティダービーというコンテンツの、ツインターボというキャラクターになります。これ今ちょうど見ていただいているのこれボンネットになります。ボンネットが前に起き上がってくるチルトボンネットという形式なんですけれども、これを使っていた車を表現しようというのが、コンセプトになってます。いた車フェスに訪れた人たちは、個性豊かないた車を前にお互いの車を紹介し合ったり情報交換をしたりして交流を楽しんでいました。